ね。あれ待って、 GoPro がちょっと調子悪い。はい、行きましょう。あ、SD カードエラーだ。 SD カード、耳が、SD カードがダメってこと？うん。あ、大丈夫だ。 なんか今エラーってたぜ。今 GoPro が SD カード入ってんのに、うん、SD カードエラーとか出た、怪奇現象。またそっちの動作は霊障来た。霊障？場所はね、高速道路じゃないけど、道路の横のこの道で女性の霊をがいるそうなんです。ここの道で行かの方がいい？マジ？そうするとなんか行きたくなるじゃん、うん、そう思わない？ね、やっぱ行かないでって言うと行きたくなっちゃう、うん、そうでしょ。皆さんも行ってもらう、あ、行ってみたいなとあるでしょ、うん、でしょ。うわー、なんかやだな。今の虫かな、わかんねえ。ただそういうなんかトラブってたよね、うん、右の車が気になる。確かにあれカーセットじゃねえの多分で車来ちゃったからやべえ、できねえじゃん、とか電話さまってんじゃないの、ほらあれでしょ多分あれあ、ほらほらあれ、そうじゃないの、ほら、うん、多分やろうと思ったらなんか来ちゃって俺なんかそうステッカーね、今ねないんだよね、売り切れちゃって。また作るけどね、うん、正解でしょこれ。800円ありがとうございますね、どうもね、田中さんね、どうも。見ない？マジこうやばい？ほんとやばい？俺はもう見ない。マジやばいのこれ。ここやばいの、ここ虫追ってくるぞ、虫。え、だ僕のね、配信ってね、すごいやばいとこ行くのよ、うん、やばいとこ行くよ、ね、ほんとに。何の音？車なんかすごい音してるよ、うん、やってんじゃないの今、音してるよ、うん、違う意味で、なんか車がギシギシ言ってたからね、うん、およ、どこでも行こうとしたけど、もしかしてあれ落ちちゃって、落ち行きなくなっちゃってんじゃないの、登れなくなっちゃったんじゃないの。ジャック呼んで、やってますよね、今ギコギコしてたでしょここまで来ていいん、行かねえのはね、そうだそうだ、行くよ。うわ、なんかこの嫌じゃん、この花。この花なんていうの、これなんていうの、なんていうの、これも指じゃねえな、なんだ、指の仲間じゃないの。なんか怖いな、ここ。怖いな、ここ。照らしてみて、もう今、向こう行っちゃったけど。向こう行った。うん。絶対そうでしょ。やろうと思う、ずっと寝落ちてたよ。ミレさん。マジ？大好き？本当？あかんの？ユリの花？なんか不気味だよな。ミレさん、なんかもう霊現象すごいんだけど、俺。落とされたよ、川に。靴びしょびしょ。そして今なんか、カセックスしてるみたいだけど、うん、いなくなっちゃった。バケてないね、うん、バケてないけどね、バケてに似てるやつあります、うん、今スパスはね、うん、一応見ましょうか、うん、はい、赤です。赤？あ、本当だ、います。赤だ、赤だ、いますいるわ、赤だ。この赤いやつがね、やっぱ、うん、霊がいるってやつ、うん、そう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 、数値があるんですよ、ほら、うん、お化けが、お化け団地切ってたんですけど、初見さんいらっしゃい。赤です、やっぱいますね。うわ、1200、うん、え、ここ、おそこ、ここ、おいる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 、いるいる、ほら、なんか中になってるから、ほら黄色になってるから、これが赤になったら大変ですよ。やば、うん、上がってるよ、うん、なんかついてる、やっぱり。え、ついてる、さっきのかな。お、足つかまれたんだよね、大淵小僧で、うん、覗いてたのかな、赤いる、うん、数値やばい、数値ね、やっぱ今日すげえやべえとこ来てるからな、ね、ポケモンこれ出るかな、うん、ここ浜じゃないね、富士の富士宮じゃない、富士宮の方だね、うん、鳥だ、鳥、女性の霊がいるって言われてるけどね、
よくこういうとこ見つけるでしょ、ね、僕すごいね後ろついて、何が赤いの、なんか標識の注意の中の注意かなんかの看板のやつ、ねえ、うん、大淵小僧行ったの田中さん一発目で、うん、よかったら明日ねアーカイブでも見て、うん、そこで蜂に襲われそうになって退却して、うん、次に人穴行って、うん、次にさっき橋行って今4カ所目なんですよ、うん、揺れてる、あの草が皆さん高評価ねお願いしますね、何これ、何これ、なんでこれだけ残ってんの、わかんない、わかんない、腐ったのかな、うん、よく見つけるでしょ、よく調べてるもん俺、すごいよね、あ、なんか小屋がある、そう、この辺で出るって噂なんだよな、藤沼結構やばいよ、バケダの方向、バケダ、あ、なになになに、これ何、え、これってプレハブ小屋か、畑なのかな、何これ、お茶、お茶だ、お茶、お茶高いからな、お茶っぱなんだね、ほら、お茶のとこだ、そう、この先で出るんだ、お茶、お茶、あ、いや、さっきね、エリカさん、その前から人穴行ってたんですよ、あの、2番目で人穴行ってたのね、さっきの橋の前が人穴行ってたんですよ、だからよかったら、これ終わった後ね、アーカイブでもね、見てください、人穴行ってますよ、今日、そう、人穴行っててね、あの上の山も出るんです、一回行ったんですよ、湖があるんですよ、あ、湖があるな、そう、池があるんですよ、そこ電波ないんですよ、うん、そこも行ってんですよ、あ、ちゃんとね、ヒロさん、ありがとうございます、不気味でしょ、草の方に入ってください、何、写真が止まった後、この木何、タタリの木、同じ人いないよ、まあ、それはだってあれね、噂だからね、あくまでもね、うん、いるかいないかはそれは分かんない、出るか出ないかは、それを調査しに行ってます、あ、こんばんは、どうもね、いらっしゃい、今からね、ありがとうね、うん、ちょっと待って、今なんかびっくりした、今なんかしたぞ、今足折ってたよね、ねえ、足折ったようなのが、なんかちょっともう一回撮ろう、この木、何の木ってやつですか、うわ、あそこ嫌だな、あの手、あの木、ほら、穴みたいに見えちゃった、今なんか足音したんだけど、うん、何時まで、いや、これで終わりだけどね、今日は ね、うん、羽織ってる、はい、ゆうじさん、ね、ゆうじまじさん、こんばんは、左の草の方に、左の草はお茶だからダメだよ、これお茶っぱだ、お茶っぱいけないよ、お茶っぱいけないよ、これお茶っぱだから、ほら、これはほら、ダメだよ、お茶っぱだからね、農家の人がちゃんとにこうお茶を作るためにね、一生懸命やってるからね、少し戻る、一回戻る、あ、また戻るよ、奥行ったらね、一回ちょっと奥まで行って、見て写真撮ったら戻んないんだけど、戻った、虫を解かないから明るくするか、逆後に戻るよ、また戻る、戻る、あ、高速なんだ、高速なんだ、透明なんだ、透明の横なんだね、うん、そっか、ここ透明の横なんだ、透明の横、頼む、ほんと出てくれって感じだよね、俺もそう思うよ、出てますよ、え、藤沼地元、え、なんか気になるんだよね、後ろな、ついてきてるのかな、うん、笑いが止まらない、うん、出てほしいでしょ、でも取り憑かれたらどうする、毎日のようにうなされたら嫌でしょ、そう、明日出てくれ頼むって、確かに、うわーとか言って怖いでしょ、静岡茶、これ高いよ、静岡茶は、なんかあっちの方が不気味じゃないですか、不気味だ、ここでなんかあったんじゃない、昔、うん、なんか石垣になってるよ、なんだ、何これ、石積みで、なんだこれ、いないよね、びっくりした、うわーって焦った、かなりビビるでしょ、油断したな、焦るでしょ、
お若ないね。お茶っぱだね。お茶っぱだよね。うん、うん。あれ何よ、標識？何？指つりそう。なんか注意書きかな。バケタ赤だった？マジ？バケタ。いる？それはあれじゃないの？あなたの家にいるじゃないの？なんか書いてあるよ。ゴミ捨てか。ゴミ捨てだね。うん。ゴミ捨て。ここで終わりだね。あとお茶っ葉だね。じゃあちょっと戻ってみますか。創建美茶、これが静岡のお茶だから美味しいじゃない。お茶、これを粉々にするとお茶、いい味がするんだよ。いい味するのかね。お疲れ様ね。お疲れ様。なんか足音するんだよね。これの先、なんか嫌な感じする。あそこちょっと定点する、うんね、ね、写真ね、写真まで削るの撮ってくれてる、うん、ラストの色変えてみてば、うん、色写真撮って、あ、これ写真撮って、どうしたんだ、もう全然見えないよ、これだと、うん、暗すぎちゃって、ここ映らない、やっぱりこのぐらいじゃないと、うん、なんか、え、声聞こえなかった、今、うん、もしかして俺の変な声だったのか、わかんないけど、なんか今声聞こえたけど、もしか俺の声かもしれない。いや、ここは暑いな、今日一番暑いな。暑いね、今日ね。ジメッとするわやっぱね。うん、やっぱこっちまで降りてくると暑いんだな。さっきのね、どっから入ったんだろう ね、 だって俺のとこからじゃ入れなかったよ、うん、あそこだから出るの大変なんじゃない、うん、あの小屋か、ケイツーさんかな。何？後ろついて、後ろだって。後ろ？え、ついてきてんの？わかんねえな。スローになった浜田さん。連れてきてるって、マジ？大丈夫ですよ。家もないの？霊感ある人も。今声がおかしい。映ってんだろうな。さっきの足から、だから落とされたのこれ。これ怪しい。熱いためね、僕ね、ドルドル7ですね。ドルドル、うん、あのピエルのマークは、うんうん、そう、私のツイッターはこれです、皆さん、私のね、ツイッターはこれですよ。ハウリングしてる？マジ？マジ？そう、さっきからハウってる？マジ？皆さんよかったらチャンネル登録ね、お願いします。ツイッターもね、うん、ツイッターこれです、これですね。よかったらとこれ検索してね、皆さん、はい、ドルドル7ね、ドルドルでこのピエロのマークね、してない方はね、皆さん登録お願いします。フォローね、よろしくお願いします。今ね、よろしくお願いします。後で僕フォローしますからね、うん、ドルドル7ね、よろしくお願いします。で、霊が出やすいことって何なの、ね、挑発するの、ね、いや、でも出るときは出るよ、うん、うん、する、ありがとうね、よろしくお願いします。あ、でもあそこのなんかあの木がちょっとなんか怪しいよね。怪しいよね。俺もね、あの Google マップで打ってるとこは木のポイントのとこなんて、うん、だもしかしたらこの木で何かあったか、首吊りの木か、首吊り、首吊りの木か、首吊りしたのかな。 ありがとうね、ケイさんね。首吊りの木か、これこれもしかして、ちょっと弱くする。あ、ホタル、ホタルじゃん、今光ってたよ。ホタルまだもういないよね。蜂か、ホタルって今でもいるんじゃない。今いるの、今光ってたよ。わかんない、今なんかふーってなんか光ってたよ。ちょっと弱めたライト、蜂の可能性もあるから。そう、ドルドルなんね、光ってたよね、今ね、虫が。撮ってない、なんていうか撮ってないの、なんか光ってた、虫が。あ、今いるホタル、じゃあホタルかな、これ。あ、ほんと、こっちはでもホタルの時期なのかな。6月頃だったよね、多分ね。ホタルって今の時期にいるの、わかんない、6月頃だったのかな。今、スズメバチ、スズメバチ光んないでしょ、だって、うん、光んないでしょ、うん、うーんってくるから。これに消えたよ、お化けだったのかな。人玉、
マッシー見ちゃった？これでしょこれ。右から出てきた。あ、地域で違うんだ。夜寝てるか。いや、こういう感じでクッとこう茶畑に消えた。まあ水があるんだろうね。こう、あ、ないのかな。水ないね。枯れてるね。水抜いてんだね。ね。ここ。なんだよこれ。なんか変な音しない？これかな。あ、でも切ってるな。あれは擦れないだろう。ここねに擦ったかな。何今の？ピッピって何？何ピッピってやったの今？死にすぶと、なんか今ピッピってやったよね、うん、あ、この辺だったよね、さっきのバケタガーからったのね。あ、この辺、この辺。あ、バカだよ、うん、あ、こっちでか、やっぱりここだね。この辺が高いよね、この辺が、ほら、そこもう一回取ろう。こっちの下がるもん、ほら、うん、ほら、ここだね、ここ、ちょうどここ深夜。これが怖いでしょ、先行って、うん、ここだね、この辺、うん、なんか落としなかった今。なんか落としてたよ今。何の音、何の音今の。なんか落としたよね、うん、見えないけどいる、うん、今日これでね終わりですね。また今度やるの、うん、ありがとうね。しな、知らないよ多分まだ知りたくないな。まだ残ってることがある、やることが、やることがある、うん、皆さんにちょっともっともっと恐怖度を与えないと、うん、うん、落としてるよね、どんどんどん。落としてる、まあ、高速道路だからっていうのもあるかもしれないけどね、うん、この木だったのかな昔。ここで釣ってて、こう切ったんじゃないの、思せたら。シュート落としたよね、なんかね。可能性はあるよね。そこ進められないね、ちょっといけないね。うん、ちょっと、あれが、マムシがいそうだからやめとく。今日ちょっとなんか右のはやられたからね。みんな耳いい。なんかね、落としたの。何今の。カエル？カエルか。カエルだ。こっち。変なカエルだな、これ。うん、ね、面白いカエルだね、鳴き声ね。変なカエルじゃない、うん、怖いね。ここバケタンどうなんだろう。あー、でも数値的にはさっきのが高いけどね、こっち。うん。ね。ここだね。やっぱこの辺？この辺？この辺か。この辺維持してるね、線。そこ。あ、レイさんこんばんは、どうもね、いらっしゃい。うん、数値高いよ、すごい。数値高い。この辺だね。俺のやつ言われるからな。うん。俺のは言うのやめよう。1200とかあるね。俺のはバグってるって言われるからやめよう。揺れた？一本だけ揺れてた？マジ？これ？え？揺れてる。でも今風あるよ。風あるから見抜けるけど、うん、それお化け探知機っていう検索すると多分あると思うよ、うん、多分 iPhone で。あ、山口さん佃煮どもね、ここだ。うん、いきなりわーって。マジでやめてねマジでやめてね。部屋真っ暗で見てるからビビってるから2秒間静止まっちゃうからすいませんねまあちょっとそれもね、耐えてくださいね。こういう感じでしょ、カーって怖いでしょ、うわーとかでしょ、怖いもんね、確かにね、うん。僕なんかこの消してもね、こんばんは、皆さん。あ、写真撮ってだって、写真、ここ。ここ写真撮ってだって。どこ？ここで。ほんと？もしかしたら撮れるかも。死んで探知機ね。うん。写真撮ってもらうの、ケツさんに。うん。ここ？うん、この辺ね。この辺ね。少し慣れた？怖い。でもね、多分ね、僕が撮ってもね、多分ね、おそらく
映らないんだよね、霊感がないから。どうした、それを、それを俺と思ったから、うん、俺が撮ってもダメなんだよ。霊感がある人だと多分、うん、川島さんとかさ、ヒデ、うん、さんとか撮ったら大丈夫かな。あれ、多分ね、これと、これ今写真撮ってるけど多分撮れないんだよ、うん。あと鶴さんもよくね、うん、映るよね。そうだから霊感がある人がいいのかね。そう、うん、もっと怖いところ行ってください。まあそのうちまた行きますよね、うんうん。でもね、今度の多分長野は怖いですよ。22日から23日にかけてやるやつ、2夜連続のやつね、うん。俺、お母さんの遺体 見えるよ。お母さん生きてんでしょ、生きてんでしょ、だってね。こういうとこなんかね、いそうな。さっきの車はどうしたの。イケボありがとうございましたね、どうも。あ、お母さん生きてるでしょ。じゃあ生き量だ、お母さん。うん、怖そう。いや変わんないと思うけどね。あ、ここ富士市なんだ、富士市。え、市役所なの。うん、ここ市役所だから富士市、うん、ここ富士市だね、今ね、うん。さっきのあっちに戻ってと、まあ、あとこれあれじゃないの、事故死と交通事故で死んで、そういうのもあるかもよ。うん、へい、関係あるかもね。ドルさん、はい、どうもどうもね、はい、どうも、サンキュー。いやー、なんかあれだよ、ジメジメするね、こっちは。こういうとこでも釣ろうと思って釣れるけどね、やだよね。うわーとか言ったらやだもんね、ほんとにね。こういうとこ、あー、音止めのね、滝とかね、考えてたんだけど、うん、昔行ったんだけど、つまんなかったんだよね。あの、ほら、白糸の滝とかでしょ、つまんなかったのよ。だから今回パ、スルーしちゃったのよ。最初行こうかなと思ったの、そう、音も。そこも出るってことですね。びっくりした、ごめんなさいね、うん。お母さんが霊が見えるんだって。あ、お母さんが霊が見えんだ。いや、お母さん霊強いんだな。いや、なんかこういう花嫌でしょ。さっきのはどこ行ったの。あ、いなくなった。いなくなったな。でもここなんかあったな、多分。今日は早めに写真いっぱい送っといたから。あ、ありがとうございます。まあね、また撮ってみます、うん。まあでもね、長野も怖いと思うよ。十分。人がいないからね。夜人いないからね。あのね。長野で軽井沢大橋って有名だけど、今もう明るくなっちゃって、でも小室大橋っていうのは最近声入ってんのよ。こないだお前、うんうん、最後の方でお前って言われたの、お前って、うん。あのトンネルもあるしね、怖いよ、うんうん。いや、今車横にいるんだけど、前もいるんだけど、多分大丈夫だと思うんだけどね、うん。さっきの車なんか怖かったな。あれいる？いない。いないよね。いなくなった。どっから入ったのこれ。どっから入ったんだろうね。お、落ちちゃうよね、うんうん。そっから出てきたね。向こうあんのかもね。あんだろうね。そう、長野楽しみ、うん、うん。そう、あ、車そうでなかったらもうあれでしょ。リーダーに言って、新車だから僕もまだ1年しか経ってないから、1年4ヶ月しか、直してもらいますよ、クレームで。保証があるから。何？どっから上がったんだ。どっから入ったのこれ。どっから上がったの。あ、そっから上がるのかな。あ、そこだ、そこだ、そこだ。ねえ、何してたの ね、うん、ね。ずっとここにいたよね。這いずってたよね、なんかね。うちが来たら出てきた、うん。だからやろうとしたんだよ、多分。やろうとしたのかな。多分、おそらくね。うん。うん、あ、了解。ね、四時起き。あ、めぐさん、ごめんね。ありがとうね、どうもね。おやすみなさい、どうもね。全然寝られなくてごめんね、本当に。お疲れ様でした。まあ僕なんかも寝不足になるけどね、うん、確実に。多分寝るのが4時頃じゃん、3時半頃じゃん。で、起きるの8時まで寝るから俺、朝の。あ、こっから入ってんだ、こっから。こっからだ。
こっからだ。でもよくねえな、こう道悪いな。あ、こう登ら、登らないね。うん。こう、ドルさんの車は危ないな。あ、引っかかるよ、これ。引っかかっちゃう。うん、ゃバックでないと。うん、何のストップ、何これ。何、ストップか。ストップ。うわ、蒸し暑っ、うん。マジで。ね。ね。うん、何これ。クヤブ小屋、多いな。うん、なんでこんなジメジメするの、ここ。うん、ジメジメする。大丈夫、あらららかわいそうだね、うん、そう、またね、でもね、あの、一応もしかしたら火曜日に体力があればでね、多分ないと思うから、多分水木金になっちゃうと思うけど、今度2夜連続なんですけど、水木曜日は軽めになんだけどね、うん、怖くない、ちょっと怖いです、多分怖くはないですけどね、全然ちょっとクラクラしましょう、うん、なんかあったのかね、ここね、やっぱね、この辺でやばそう。ここはどうなんだろう、バケタンのやつはね。でも赤は変わらないね、赤ついてるね、うん、数値は低いけど少しね、シューって出てませんか。あ、変わった、ここ変わった。この真ん中の黄色のところの数字が。ここ？そこ中って変わった。本当中になったって、ここだ。うん、そこ。うん。P から中に変わったの。ここ？うん。え？うん。っていうことはこの辺にいたのか。うん、それかついてきてる？うん、もしかして。ついてきてるの？皆さんちは大丈夫？あの画面越しで来る可能性もあるよ、お化けって。あ、全然わかる、バナナさん。やっぱ霊感強いんだな。うん、次男来て、面白いところなのに、帰宅してくるんだよって。うん、そういうのダメ、うん、大丈夫、やばいよ、でもね。上の緑の玉？え？緑の玉？本当ついてきたら肩重くなるよ、多分。まだ大丈夫。5機が来たから大丈夫。5機出たの？静子さんとこは。すごいとこだよね、でもね。これ何なの？あれ何？あれ何？畑？テニスコートじゃない？あ、テニスコートか、うん、テニスコートだ。よくあるじゃん、深夜のテニスコート夜出るとかね。テニスコートあんの？深夜のテニスコート出るとかよく言われてる。何こんなテニスコート作ってるの？何これ？部活じゃないの？部活？ほら、深夜のテニスコート出ると。あ、にゃこさん、こんばんは。どうもね、間に合った。もうすぐ終わっちゃうけどね。うわ、不気味だな、こんな時。首は痛くなってきた、発疹してる、うん、疲れたかもしれない、発信さん、うん、マジでピーとか言ってんだ、言われちゃうかも。ほら、多分深夜のテニスコート、ラケットの音がボールの音がするとかね、うん、言っちゃった。あー、深夜のテニスコート結構軽井沢、あ、やばい、軽井沢もね、出るとこあるんだよね。雰囲気あるもんね。雰囲気あるね、何ここ。うん、ここ使ってんのこれ。犬焼き屋も出る、うん、犬焼き行ったんだけど出なかったけどな、うん、いや、これはもう使ってないんじゃない。でもこっちは使ってるでしょ、新しいよ、ほら、うん、これもこれ新しいじゃん。新しいか、うん、うん、え、鈴鳴ってない？一輪一輪って鳴ってる。何、まあ、何、犬焼き行った。チジで鳴く虫いんの？去年9月に行った。やばいね、うん、やばいというかね、犬焼きよりか13、うん、だっけ、仏だっけ、あっちの方がやばかったけどね、うん。犬鳴きもやばかったけど、キュアメトムに行ってください。キュアメトムには電波ないのよ、うん、もう行ってるの、僕行ってるのよ、うん、今もうね、この間あのソースさん行ってるし、電波ないって言われた、やっぱり。佐久間田も電波ないんだよ。そう、浜田さん、これ使ってねえな。使ってるよ。使ってるかな。やってるよ、これ。だって綺麗じゃん、これね。綺麗かね。いや、あ、吹き焼きトンネル行ったよ、ね、うん、もうちょっとテニスコートってラグった、平らにしてんだけど、平らじゃねえ。新鮮にしたでしょ、今。平らじゃねえもん。それはだって、もうそれは使ってるよ。いやー。
鈴音なんか一瞬ね、鈴の音がなんかチリンチリンとかってチリンチリン、なんかあっちで音、そういう音してるんだよね、今ね使ってそうだよね、これね。何バー、車かな、わかんないけど車の可能性もあるからね。あ、学校があるから、これ学校のあれなんだよ、テニスコートなんだよ、多分。ほら、学校あるじゃん、ほら、あそこ学校、ね、あれ学校、学校じゃん、あれどう見たところ学校だけどさ、体育館あるじゃん、ここに、ほらね、学校ってほんとテニスコートだよ、これ廃墟みたいな学校だ。廃墟じゃないでしょ、夜だから、ね、夜やってないでしょ、学校ね、やってないけど、うん、廃校じゃないよ、色がこんなでかく廃校したらすぐ壊すよ、多分建物がさ、うん、土地こんなね、使うでしょ、学校もかい、うん、廃校じゃないね、だ高校とかじゃないの、多分、おそらくで、部活でこう使ってんじゃないの、オーブ大丈夫、うん、見えてきた、来た、耳のところに、耳のところに、あ、腰が痛くなった、取り憑かれたかな、今夏休みでしょ、そうだよね、マジオーブ、虫がすげえな、ちょっと暗くしろ、寄ってきた、あ、暑いよ、ここはやっぱり、暑いね、暑い、やっぱ暑いわね、皆さんね、チリンチリンってなんだろう、気になるな、風があるといいんだけどね、いや多分なんかあったんだろうね、自殺か、例えば、下息とかね、あるなら下息かもな、それはあるかもしれないよね、暗いからね、やっぱり今でこんな暗さだったら、昔だってもっと暗い、暗いでしょ、ね、まあ、あとはね、撮れてるか撮れてないかビデオでね、もしくは皆さんのアーカイブでね、聞こえてなかっただけだって入ってるかもしれないね、その可能性あるよね、ああ学校でも結構あるよね、うちの方の地元の方もそこのね、あの学校の跡地が結核病院の跡地で、あ飛び降り何回もしてたもんね、みんなね狂っちゃうんだよね多分ね、ああテニス中に地域とか、あそれもありえるよね、若いからってね、あ、これ書いてあるじゃん、高速東名高速道路って書いてある、上から、東名高速道路ってね、皆さん清水寺行って行けませんよね、清水寺って京都でしょ、さすがに京都はちょっと多いね、普通に観光で行くけど夜は入れないと思うよ、心霊とかってできないですよ、ね、そう夜は入れないと思う、多分6時までだと思う、多分、多分閉められちゃうと思う、全部、観光ではね、大きさ来た、虫が寄ってきた、あ、でもちょっと曇ってるからいいのかな、少しね、いやでも何気にここ怖かったな、もう一個の公園とかもあったんだけど、ちょっと電波が分かんないからね、こっちも絶対あると思ったから、あったもんね、あ、処分だった廃校は、そうね、子供が今少なくなってきたからね、そうだね、あ、虫が出るね、そう、うちの虫がすごいよね、懐かしいでしょ、犬鳴村っていうのはね基本的にない、今はないと思う、もう水の中、ダム底だと思うね、だからこのみんな言ってるのは映画で言われてるようなとこは今はないと思う、ただ犬鳴きなトンネルは行ってんで、多分あの封印してるのはなんかトンネルにいるのは確かだと思う、僕もねちょっと昼間だったんだけど、夕方だったんだけどね、たまたま山口から行ってね、時間的にもう夜はちょっと行けなかったから、電波もなかったし、ちょっと夕方行ったんだけど、撮ったらね、こういう風に撮ったらね、なんかねプッってなんかよぎったのよ白っぽい何かがトンネルの中で、だからもしかしたらいるね、あそこね、それで封印してんじゃないかな、横切ってる、あ、今お化け団地だったら同じ、大丈夫かな、多分大丈夫、お疲れ様ね、お疲れ様、ゆうさんね、
どうもね、次回またよろしくお願いしますね。お疲れ様です。まあ、一応ちょっとまだちょっと分かんないんだけど、一応水、うん、木金はやる予定なんでね、よろしくお願いしますね。ね、来週はね。ちょっと明日帰るんで、月、火、水は休むかもしれないけどね。うん。そう。よろしくお願いします。まあ、木曜日はちょっと早めに終わるけどね。軽くやって。うん、で、金曜日、え？なんか今言わなかった？テニスコートあった？うん。お化けもね、ちょっと休んでるかもね。いるかも、いるかもしれないしね。寝ないかもしれないし。うん、沖縄の今年とかやっぱそう、沖縄もねちょっとね、沖縄ってやっぱ戦争関係が多いからね、うん、気がするかも、なんかいるかもね。急に寒くなるところとかね、今すごい涼しいもん、ここ、うん、涼しい、うん、急に涼しくなったね。そう、お盆休みね、皆さん我慢やばかった、行った、うん、あそこなくなってるからね、本当にね、うん、気をつけてね、ほんとに。いや、車が来た。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、見れないかも、妖怪。マッサージだから、妖怪。海田さんね。うん。そうね。おやすみなさい、トラ、ね、トラさんね、どうもね。あ、石川さんも遅くまでありがとうね、皆さんね。眠いね。犬鳴山っていうのはね、多分犬鳴山っていうのはね、峠のところにあるのが犬鳴山なんだよ、うん、あのね、国道から犬鳴むそのトンネルまで行くのに徒歩で行かなきゃダメなのね、うん、で、2カ所あるゲートの中でみんな有名なところの落書きがあるとこは入れないのね、一応監視カメラがあって入るといけないのよ、許可されてないの。逆側だと入れんのね、うん、そっち側から歩いて30分ぐらい歩くの、歩いてね。そう、福岡県、そのまた峠道が怖いよ。また見せてあげるよ、そのうちね、動画を撮ってるんで、ここすごいところです。昼間だけどね、こんなとこ撮ってくのって、ね、しかも携帯使えませんからね、県外だから、うんうん、お疲れ様でしたね、皆さん遅くまでね。お疲れ様でしたね、ありがとうございました。女が立っている場所でした、お疲れ様です、うん、うん。